かぐるーっと奥行ってこっち行ったコーナー感じにね、図で言うとなってますけど、あれはね、地図のね、あやっていうやつでございます。そうそうそう、どうしても路線図っていうのはね、ちゃんと東西南北がね、正確に書けないですからね、ある程度簡略的に書かないといけませんから、それでどうしてもね、ああなってるだけだと思います。あ、って言っとったら、36分発の三島行きがね、来る、あっちの方に乗ってたらいいらしいですよ。ね、磯川さん回れですよね。よしよしよし。さあ、でね、今ね、そんなことからね、東静岡駅まで来てます。すいません。電車でね、乗ったりしてるところはね、ギリギリで電車が来ちゃったんで、そのまま乗ってきちゃったんでね。さあ、で、このまままた浜松行って、これに乗って、まあ、金谷まで行ける、まあ、途中で降りるかもしれないけどね、行こうと思います。もう東静岡の駅の案内は、アフレコでごまかします。さてと、こう熱海市も来る、すごいな。ということで、6号駅までやってきました。島田市なんですね、6号って。島田駅の一個のところですね。まあちょっとね、あまり普段来ることのないところなんですけど、ちょっと打っとった、ライン打っとったのが終わって、ふっと見たら、雨も止んどるし、ちらっと見てこうかなと。まあ、こういう機会でないと多分なかなか来ないですからね、6号駅って、うん、ここはちなみに、あ、ありますね、名所案内があるんですよね。それは何、冬季最高速度記念碑。1960年11月21日に6号藤枝駅間で、国内の最、狂気最高速、達成記念碑、これが当駅北口駅前記念、あ、やっしゃ近い、行けるよし、行ける、最高やこの駅、よし、いやいやいや、今まで散々ね、言えないところとか言われてね、苦労させてきましたけど、すごいじゃないですか、駅の北口見たらもう、名所案内達成って、いいです、そういうの思ってます。いいね、静岡いいじゃないですか。よし。じゃあ、とっとと見て、名所案内、ね、完全制覇しましょう。よし。こんな楽なことある？さらに下があるんよ、普段はこっちしか開かんのよ、なんか特殊な時にこっちを使うケースがあるんやね。へー、これを通して出るでしょ。友人駅なんだね。で、あ、さっきのエレベーターがここになるんだ。え、もしかしてこれに乗ると、さっきこれ改札の中、今乗ったエレベーターだよね。こっちの位置が違うんや。で、こっちやと、あ、ここを通り過ぎてくんや。へえ、何これ、こんな構造あんの。で、こっちが開くんや。へえ
この微妙な差で、で改札の外外で、だから改札と中と外が一体化してるんだ。で、必ずその乗り降りが分かれることによってあれなんですね。で、ちょっと雨が、あ、っていうか南口じゃなくて北口の方ってなんとったっけ、記念駅、雨降ってきてな。うわ、めっちゃ降ってきた。めっちゃ降ってきたやん。意外と段差あったね、ここ。気づかんかった。北口や、間違えた。これ南側か。ついてあのエレベーター気になって置いてきたけど、北口行かなかんやったな。こっちか。タクシー乗り場とか、方面によってこうやって分かれてますね。島田藤枝本堂とか。北口がメインな感じなのかな。北口のエレベーターもそういうことなんや。マジで無理やり、かなり無理やりホームの先までこうやって持ってきとるんやね。電車の本数も多いですからね。あ、いたたたた。しかしド派手に転んだな今。あ、もう電車来るわ。早い。もう9分とか10分かかってくるのが早いな。で、次島田で、これは島田止まりで、これやったらあかんもんね。もう二駅先なのかな、金谷駅は。で、そうそうそう、名所をね、見とかんときません。いたたたた。で、北口すぐってなっとったよね。え、まさかこの広場、さすがにここってことはないよな。どこだ。ちなみに1日350円安いね。あ、で満喫快活クラブもあるじゃないですか。めっちゃ便利やん。なんならちょっとダウンしようかな。どこにでもその記念碑あるんやろ。北口すぐってなっとったけどね。あれ北口やったよな。北口駅広場。駅広場ってもうここだろ。あれ、あの真ん中、あの、まさかとは思うけど、これ？ではないね。記念碑はないもんね。どこにあるんだ、全然わからん。
駅広場ってなったらここっぽいけどな、ないんだよな。うん、あ、うわ、これか。なんて分かりにくいとこにあるんだ。いや、まあ今までの中でしたらめちゃくちゃありがたいぐらい近いところですと、こんな感じで、1960年11月21日に、175キロの、京都最高記録を達成したそうですよ。あー、取れました取れました。じゃあちょっとさあ、ということで、あっさりと、名所案内川野先生ができちゃいましたね。どうしような、快活クラブでちょっと休もうかな。でもめっちゃ混んでそうなんだよな。ついでに雨もすごい降ってきたし、この山で深いですか、こっから。どうしような、まあ先行きましょうか、金山まで行きましょうか。とりあえずはただこれ合格駅着いてからが大変だよな。ちょっとあっちの方の天気予報だけ見ときたい。